はい、皆さんこんにちは。こちらはモスクワへようこそのガリナです。今は私はモスクワじゃなくてジュコフスキという町にいます。これは25キロに離れている場所です。ここは今日はマックスという、国際航空宇宙サロンが行っています。でこれは毎2年に1回だけ行うイベントなんです。でここはいろんな飛行機やなんか宇宙に関係のある技術とか見ることができます。私は実はここにもう1回来たことがありますけど、あまり何も覚えてないんです。それは10年前でした。であの時私はここで中にあるブースに働いてましたから、あまり外を出なかったんです。まあ、ちょっとだけ出て写真を撮ってこれだけでした。で実はここに来る人はなんか飛行機を見たりビデオを撮ったり、でも一番みんなが楽しみにしているのはそれは航空局技飛行チームです。でこれは飛行機はなんか本当にチームになって一緒に空を飛んだりして、これは一番面白いです。でちょっとこの間雨が降ってて、このパフォーマンスがちょっと止まりましたけど、これからまだ見ようと思ってます。でそしてちょっとだけ言いたいのはジュコフスキという町のことなんですけど、ここは最近新しいここが開きました。まあ、新しくないけど、もともとはこのここは国内なんていうプライベートでした。今はなんか国際校になりました。でジュコフスキという町は人気なロシアの科学者の名前を持ってます。でジュコフスキという人はちょっと難しい言葉が入ってるから空気力学のお父さんだと言われてます。でこの科学のロシアで初めて発見した人です。じゃあちょっとこれから周りを見に行きますので見てください。このアエロフロートの飛行機はかっこいいじゃないんですか。今分かった限りでこれはソ連時代の実験プロトタイプなんですけど、なんか本当にこんな飛行機見たことないんです。でも速そうですね。もしこんな飛行機でなんか日本までなんか5時間じゃなくてもっと早く行けるかな。こんな素敵なキャビンアテンダントもいました。Группового пилотажа в упражнении посадка четверкой. Внимание, все внимание налево. お腹が空いたから一番良さそうな食べ物は温かいコーンでした。これ塩をかけるととても美味しいですよ。その今の飛行機のパイロットは女の人ですって。すごい。
最後に出たのはルスキービチジというグループですね。これは世界中で一つしかない戦闘機で航空機飛行隊をやるチームです。アエロビックチームですね。しまいです。いろんな面白いパフォーマンスを見ました。もちろん一番印象に残ったのは戦闘機のパフォーマンスです。本当に戦闘機は葉っぱのようになんか立て飛んだりなんか落としたりして、なんか転ぶのような感じの飛び方をやったりして、なんかすごく怖い、なんか見るでもなんかそれは本当にまだ飛んでるのはなんか信じてないぐらいなんですけど、本当に上手ですね。で、一つだけのなんか心から欲しいものは、この飛行機はなんか戦争に使われると本当に怖いなんですから、本当にこの飛行機は世界の平和のためにだけ使われてほしいです。じゃあ今日はこれでおしまいです。ありがとうございます。またね、パカパカ。